はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の有瀬キャンパスなんですが、今までですね、学生のみんなとここで、実技の授業を行っておりました。はい、皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。今日はですね、皆さんもね、今情報が豊かなので、ご存知かもしれませんが、砂糖と塩ということについての、簡単トピックスでお話ししたいなと思っているんですけれども、まず砂糖ですよね。砂糖っていうのは大昔は日本人は砂糖を、取らない食事だったみたいなんですね。平安時代までに初めてね、こう甘いものっていうのが出たんですらしいんですけども、それまでの時代に甘いものを食べてなかったので、砂糖みたいなのも取ってなかったので、かえってね、お腹の調子が、お腹の調子を崩したらしいんですよ。胃腸の調子をですね。で、まあそれがですね、だんだん近年になったら甘いスイーツのね、食べ物、お菓子ね、の嬉しいですよね。で、実際に胃がね、疲れている時っていうのは甘いものを、適度に摂ることによって胃をね、潤してくれるんですけれども、適度なんですよね。何でもやっぱり適度なんですね。摂りすぎちゃうとかえってね、体の調子を崩す、まず何よりもね、糖尿病とか血管を詰まらせるっていうことにおいて、砂糖っていうのはですね、血液がドロドロしちゃう、粘着性が増すんですね。だから生理痛がきついっていう人は砂糖の摂りすぎっていうのは非常にね、考えなければいけないところなんですよね。はい、でそれに対して塩なんですけれども、塩は砂糖はね、取らなくても人間というのは死なないんですけれども、塩は取らなかったら死んじゃうんですよ。大昔に塩を取らない刑罰っていうのがあったみたいなんですけれども、それはね、その人を死なせるためなんですよね。というぐらいに塩は取らないといけないんですよね。ただし、腎臓病の方とかね、塩を控えめにということで、常識的に言われているんですけれども、もちろんね、その、人それぞれの塩をか塩に対しての、摂取する感覚的なものっていうのがみんなバラバラ違うんですけれども、だから塩をね、ある程度コントロールしないといけない人もいるのは事実なんです。ですけどもね、精製された塩、純粋な海水だけでできた、自然塩じゃないものはやっぱりたくさん取っちゃうと、体にね、かえって残るというかですね、害するわけなんですね。でも自然塩っていうのはすごく体にとってはね、大事なんですよ。で、何かというとですね、ミネラルが豊富なんですよね。ミネラルとかマグネシウムね、これは自然な塩から取るのが非常にいいっていうふうに言われてるんですよ。だから何でもかんでもね、減塩減塩っていうのも、かえってね、体の調子を、崩しやすいっていうふうにも言われていますね。ですけども、自然塩です。で、もしも、塩をたくさん逆に取りすぎちゃった場合っていうのはすごく、喉が渇きます。なんていうんですかね、体の中のに、循環を高めるために、塩が入ることによって血液の濃度が濃くなっちゃうので、水分を取りたがりますね。だから、妙に水分欲しいわーっていう場合は、もしかしたら塩分を取りすぎてるかもしれないし、あともう一つですね、糖尿病の方もすぐ喉が渇くんです。糖尿病の場合は血液がドロドロね、砂糖によって血液が粘着性が増すから、それもやっぱりですね、循環させたいという体が、欲するメッセージとして水を取りたくなっちゃうんですね。だからね、人間の体っていうのは自然にうまいことできてるんです。それで、もしも塩をたくさん取りすぎた場合に、わーっとね、ちょっと 汗ばむ程度に運動することによって、その汗で、取りすぎた塩分を排出してくれるんですね。で、または汗が出ないっていう人は逆に尿で出てる可能性があるんですけども、体をね、わーっと動かして、代謝が良くなって循環良くなって、リンパの流れとかも良くなって排出してくれるというね、作用が起きます。で、もし先ほどの砂糖においてもですね、砂糖で血液がドロドロ、粘着性が増して血管がね、詰まりやすい状態なのも、その血管を詰まらせるという要因はその砂糖の摂りすぎもありますし、やっぱり運動不足というのもあるんですね。筋肉が硬くなることによって血管も硬くなるというのがありますからね。はい、ということでですね、いずれにしろ砂糖にしても、塩にしても適度に摂るのはとてもいいんですけれども、摂りすぎた場合に
もう体のメッセージとしてはやはりこうね、あの水分取りたいみたいな感じになる場合もあるけれども、やはり健康的にね運動して、取りすぎたものを排出しましょうということがやっぱりね、おすすめかなって思いますね。はい、皆さんどうでしょう、まあ、ご存知の言葉ねばっかりだったかもしれません。はい、そして次はねついでにあの油のことなんですけれども、植物性の油と動物性の油ね、なんとなくあの植物性の油の方がヘルシーっていうねイメージがあるかもしれませんが、あのだからといって植物性の油だけで動物性の油を取ってなかったら、これはこれでまた体がにバランス的には良くないみたいで、やはり植物性の油も動物性の油も両方ね取るってことがやはり体においては大事みたいです。逆に言うと動物性の油を取っているから植物性の油の効果がすごく得られやすいということになっているみたいなんですね。はい、ね、いろいろありますね。あーね、まああのあまり、ね、気にしすぎちゃったら何も、ね、食べれなくなるので、一番大事なのは美味しいなーって、ね食べるのが一番 でその美味しいなーって食べるにも体ね運動してお腹空いちゃったなーってなって、食べる方が美味しく食べれますし、食べたものがちゃんとね自分の体のボディーラインを作るっていう上で、有効に活用されます。あ、そのボディーラインということでですね、もう一つですね、プロテインですね。プロテインを飲んでるから筋肉ができるってことじゃないんですよ。プロテインというのはタンパク質の、を補う、補助食品なんですけれども、トレーニングをして、トレーニングするってことは筋肉に傷をつけるんですね。で、栄養が必要なんです。で、特にタンパク質が必要なんです。髪の毛にしても皮膚にしても、内臓にしても筋肉にしても脳は脂肪が必要なんですけど、脳の成分は脂肪が必要なんですけども、タンパク質が必要なんですね。で、そのタンパク質が食事で摂るのが理想なんですけれども、食事でなかなか摂れないという場合に、まあ、プロテインというのもね活用できるんですが、プロテインだけ飲んでて全然運動してないってなると、かえって脂肪の方に、ね、太る方にもありますからね。運動してプロテインを飲むことによってそのプロテインの良さが生かされます。はい、ということです。今日お話ししたことはですね、過去の動画にもちょいちょいと喋ってることなんですけれども、もう一回ですね、お伝えさせていただきました。何かね参考になっていただけたらなと思います。あともう一つなんですけどね、お茶っていうのはカテキンがあって殺菌作用もあるんですけれども、ちゃんと、ね、お湯で入れたお茶はいいんですけれども、ペットボトルのお茶っていうのはあれ飲みすぎちゃうとかえってね、石が溜まっちゃうんです。体に石が溜まっちゃうんですね。臭素というね成分が、かえって良くないみたいなんですね。はい、まあなんてねちょっと余分なことばっかりお話しましたということで、今日はですね、全身をとにかく動いてみませんか。もういいね、取りすぎちゃった塩分糖分他にまた、いろんなね不要物をデトックスねしてシェイプアップしましょう。はい、じゃあちょっとね音楽をかけていきますので、皆さんマイペースで一緒に動きましょう。ちょっとお待ちくださいね。さあ、
持ち上げて、もう、はい、回します。もう一回繰り返します。ということで、ちょっと音楽の音の方が大きかったかもしれませんが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。フィットネスのインストラクターの大江でした。またね、またね、ありがとうございました。